こんにちは。今回はですね、災害対策コロナウイルスのマスクの買い占めについてノクさんが動画を作ってくださいました。このノクさんの言われていること本当に非常に最もだなというところが多いです。で、今回ね、マスクの買い占めについて、まあ、物申すということなんですけども、実はね、マスクってこれ見てください。このハガキね、こうなんかセールスのパカッと開くハガキと、あとご家庭にあるティッシュ、これでね、別に簡単に作れるんですよね。まあこれだけでもいいんですけども、こう挟んでですね、ティッシュを、まあこれで、あとゴムでこうやって挟めばいいだけじゃないですか。あの、要するに、マスクの役割ってこうウイルスが入ってこない、そして自分の口から出ない、であとはこうですね、閉じれて会話ができて呼吸ができていればいいわけでしょ。で、そこにですね、なぜかね、買ってきたマスクじゃないとかっこ悪いとか、買ってきたマスクじゃないと効果がないんじゃないかなっていうふうな思い込みが、まあ、最大の敵なんですよ。で、この時期マスクがたくさん売れてるから自分も買わなくちゃっていうのもちょっとね、まあおかしい話なんですよね。で、もう一つね、マスクを買い占める方もこれね、2つの意味で、リスクを取っていますし、まあすごいんですよ。マスクを買い占めた方って少なくともこれからマスクが売れるんじゃないかなってことを考えて、そこに資金を入れて、そして在庫をストックする場所も確保して、誰よりも早く行動してるんですよね。だって結構ね、マスクを大量に買うのも怖いですよ。だってマスクを例えばね、1万個買ったとして、世の中の供給量がきちんと測れてないと、例えば世の中には1億個マスクがあったら、個人で1万個とか10万個買ったぐらいでは全然市場の価格に影響しないんですよ。だからちゃんと品薄になることを考えられて、自分の資金でリスクがない程度に確保して、それが高値で売り抜けられるってことが、分からないと買えないですよね。でもこれ分かんないんですよ。ですから今ね、マスクをたくさん高値で売ってる人って、これはこれで、売れるかどうか分からないリスクに自分の資金を先に払って投じてるわけなんですよね。で、しかも社会的なバッシングもあるわけじゃないですか。だからそう考えると、一方的に転売業者が儲かってるわけではないなというのと、やっぱ売り損じてですね、この前のカールでもあったんですけども、カールが発売禁止になって売り損じて、で結局安値で叩き売った人もいますしね。で、東日本大震災の時もペットボトル買い占めた方が結局は在庫残らして投げ売りしたと、儲かんなかったっていう例も、もう多いわけなんですよ。で、あとね、市場に出回ってる転売価格、マスクがね、1個、分かんないですよ、1000円とか2000円とかで気に入らなければ別に買わなくていいのかなっていうところもありますし、もう一つ、ネゴーションをちゃんとしてますかってことなんですよ。やっぱりね、物を買うときって、明らかに高いなと思ったら、市場価格、今、しょうがない時期にしてもちょっと高いなと思ったら、すいませんけども、この価格だと1枚ぐらいしか買えないんで、10枚買いたいんで、この価格にしていただけませんかっていうふうに、やっぱり優れたコミュニケーション能力で交渉すれば別に買えるんではないかなと思うんですよ。あとね、私が感じたことなんですけども、街のお店に行くと売ってはないんだけども、ご自由にどうぞみたいなマスクをね、持って帰っていいよっていうところ結構あるんですよ。で、その一つが昨日私ね、トヨタのショールームに行ったんですけども、ご自由にご利用くださいってマスクが開放されてるんですよ。だからそういうことに、販売店じゃなくって、そういうふうに世の中のために無償で提供してる方って結構いるんで、そう考えたらね、なんて言いますかね、マスクを大量に買い占めた方って結構リスクだなと思うんですよ。なんか売れないんじゃないかなと思いますよね。しかも私みたいにマスクを自作できますよみたいなことをね、しれっと動画で流す人もいますんで、であと布でも作れますからね。まあ布のマスクって結構あって、あのハンカチで作ったりとか、あのおしぼりで作ったりとかね、なんか全然そのなんですかね、通常1枚10円ぐらいのマスクってあると思いますよね。あの平常時売ってるやつ、あれじゃないといけないっていう多くの人の先入観に対して、もう先入観コストがかかってるんだと思うんですよ。私なんてのはその先入観がないんで、別にこれでもいいじゃないかと思うんですよね。こういう本当これでもいい、これでもいいんですよ。これでもマスクですからね。ちゃんと会話ができて、ウイルスをこの口とか鼻に入れない効果があって、しかも自分がくしゃみをしたり呼吸をしても外に出ないですからね。で、そういうことを考えると、マスク買い占めた人に対してご苦労さんっていう余裕な気持ちも生まれてくるなと私は思うんですけどね。もちろん不要な買い占めを行って世の中を不安に陥れてる方とか、それを取材してマスクが街中で売り切れですみたいなマスコミは、これはね、本当ね、ダメだなと思いますけどね。こういうふうな品薄を煽る人ってのは現実品薄になってないですからね。それはね、いくらでも
この時期でもマスクを手に入れる方法があるなっていうのは、情報を扱ってる私なら全然言えることなんですけどね。まあですんでね、マスク買い占めで怒る気持ちもありますけども、逆に全然買い占められたって大丈夫ですよっていう風な余裕を持つ情報発信者になってもおきたいなと思いますね。まあでもね、このノクさんの怒りっていうのは多分共感する方も多いと思いますから、動画説明欄からねぜひご覧いただいて、本当にねもう意味不明な転売をする人はちょっとね落ち着いてくださいよという風なメッセージを一緒に送っていきましょう。それではどうぞ。